サッカー甘くないよ、本当に。おはよう、おはよう。何この頭。金髪。イメージ。イメージ。おはよう。でも。全国大会を目前に控え、ろう者の選手が集まりました。練習相手はコンサドーレユースの選手たちです。ろう者のね、みんな聞こえないから笛吹いてもね、わからないんでね。だからその時に、みんなの方がプレーやめてくれる、終わった終わったっつって、今止まってるからやってくれたら助かる、それだけ。よろしくお願いします、頼みます。障害があるなしに関わらず、サッカーを通して楽しさを共有できること、それが指導者深川さんの夢です。戸川ゆきです、よろしくお願いします。わ、ここまで来たんだとやれよ。大野健優です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。森橋と言います、よろしくお願いします。デフリンピック代表ね、デフリンピック、耳の聞こえない人たちの日本代表選手ね。試合になると白いユニフォームを着たユースの選手たちは全力でぶつかってきます。重ねるユースの選手、一方ろう者の選手たちはまとまったチームワークが見られません。ゴール前だって終わったかのように、頭やりきろうぜ、やりきろうぜ。でみんなにね、一つ感じてもらいたいことがあって、今日全力でやってって言ってるんだよね。それはどれだけの力の差っていうかね、あるか、サッカーって分かんないけど、全力でやってって、うん、みんなやってるね。え、厳しいこと言うけど、俺みんなサッカーでつながってる仲間だと思うから言うけど、やってる、サッカー頑張ってやってる、ボール追いかけてるね。え、サッカー甘くないよ、本当に。もっとさ、もっと情熱持ってやるのがお互いにとってサッカー選手として敬意を払うっていうことでしょ。でもやらないんだったらさ、意味ないじゃん、自分たちの。うまくいかなくてもみんなでチーム一丸となって頑張ってやろうよ。コーチを務めて2ヶ月、深川さんは初めて本音をぶつけました。チームプレーの大切さ、そのことに選手が気づいたのです。頑張って。いつも集まれる期間がやっぱ少ないと思うんだけど、これだけやっぱり試合としてすごい機能してるし、すごいなというふうに思いました。一つになって本当にみんなで頑張れば可能性あると思うんで、応援してます。今日はありがとうございました。見てる見てる、みんな入った方がいいよ、みんな。北海道チーム全員が改めて勝利の二文字を誓いました。練習が終わって選手たちからメールが届いていました。全国大会を前に不安になる気持ちが記されています。まあ、僕から送ったのがこのメール、返信は。深川さんは焦る気持ちを抑えるように励ましています。その他にもたくさんのメール、深川さんの強い思いが選手の心に響いたようです。
番大事なのはハートだと思い知らされました。深川さんのアドバイスで今までの俺じゃダメだなって甘かったと気づきました。そして迎えた全国大会。このピッチで最大限に力を発揮して頑張ってやりましょう。頑張ろう。全国から集まった代表チームは4つ。まずは1勝を挙げたい。その思いを胸に北海道チームは果敢に挑みます。ろう者サッカーの全国大会で勝利を目指す北海道チーム。九州チームから念願の得点を挙げました。最後まで諦めることなくボールを追いかける選手たち。しかし残念ながら1勝も挙げられず、結果は最下位の4位でした。今回、みんなと出会ってサッカーを楽しみながらチームとして成長する姿を見て感動しました。ローサッカーっていうものを大切にしながら時代を歴史を作っていってもらいたいと思います。僕はローサッカーに関わり続けて、北海道が日本でナンバーワンになるまで見続けたい。本当にありがとうございました。新たに出会った仲間たちと共に夢を追いかけ始めた深川さん。頑張ったじゃん。これからもサッカーが持つ力を信じて魅力を伝えていきます。